いましたが、裕太君の中に入っている、山地さんが今パンフレットを持っている。山地さん、それ裕太君、はい、裕太君と違いますね。違います、山地です。いや、その、パンフレットの、あ、ゴジラですか。あ、ゴリラですか。はい、ゴジラという芝居します。ゴジラ、ゴジラ、はい、ゴジラという芝居をなさるんですか。そうです、お芝居です。タイトルは何て言うんですか。ゴジラ。ゴジラというタイトル。はい、タイトルがそうです。で、心は人間になったつもりでも本当はゴジラなんだという。そう、そういうお話です。あ、そうですか。それはいつ。12月9、10、11に、はい、オレンジルームで。あ、阪急ファイブの。はい。あ、そうですか。はい。何時頃からですか。6時半金曜日が6時半、はい、土曜日が2時と6時半、はい、日曜日が2時です。で、山井さんは何の役で出るんですか。ゴジラと一人の少女が恋愛するんですよ、はい、それの少女の妹役をします。ほら、いい役ですね。そうですか。まあ、本当は、はい、あの裕太君の中に入っている山地恵美さんは実際には舞台を踏んでいらっしゃる、まあ、女優さんの一人なんですけれども、今度は一つその裕太君のファンで、ある、まあ、阪急ファンの皆さん、一つ、心は人間になったつもりでもというこのゴジラというお芝居、12月9、10、11、11と、はい、この3日間、劇団ボウフラです。はい、ぜひ見に行って、やっていただきたいと思います。いい宣伝ができましたね。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、藤田です。足が速いか、球が速いか。あ、これは二塁へ行った、殺されるぞ。どうだ、アウト。今山井さんがもったいないって言しかし、記録は一つショートのエラーがついてるんですね。エラーがついて二塁まで走っていて、今度は結果はアウトと。エラー二つあるんですよ、これ、このプレーで。今度はランナーのエラーという方ですね。はい。まあ、しかし藤田のバッティングというのは本当に悪くなったというんですかね。なお、さっき小川の代打に山田が出ましたんで、その後はこの美男選手の森脇がショートを守ったところ、その代わり腹に球が来るというのはもう野球の定説なんですが、行きましてこれをエラー。しかしランナーのエラーがありまして、結局立ち上がったということで、まあ、ランナーにエラーはつきませんけれども、あえて言えばそういうことになります。星野監督だったら大きなバッティング取ると思いますよ。そうだね。さて、阪急南海の思い出の、まあ、その3、4といたしまして、森本さん、はい、昭和45年の10月の14日、大阪球場、これは南海が主催する大阪球場で、対阪急ダブルヘッダーが行われたんですが、はあ、森本さん、45年ですか、いらっしゃいます。第1試合の6回の表、実は阪急6点リードしていた時にですね、うん、突如マウンドに広瀬投手が上がったんです。ああ、そんなことありましたかね。覚えてますか。いや、2イニング投げてるから、ひょっとしたら打ってるはずなんです。ああ、そうですかね。この時はね、野村監督がね、大量リードされてゲームの興味はなくなった、お客さん本位のプロやからちょっとサービスをと言ってね、広瀬外野手をマウンドに招いて2イニング投げさせてる。ああ、そうですか。で、打者10人、ヒット2本、フォアボール3つ、失点0でね、広瀬はもともとはあの広島県の大竹高校時代ピッチャーだったんです。ですからそれを買われて2インニングプロで無失点に抑えたという記録があるんですが、まあ、南海の一時代を築いた広瀬さんのね、なかなか忘れぬこの対阪急戦の思い出なんですけど、全然忘れました。そうですね、記憶ないですね。そうですか。そのサービス精神はいいことですね。私も、まあ、これ南海戦ではないんですけれどもね、はい、キャッチャーをやった経験があって、ね、ね、これは、まあ、キャッチャーがいなくなったからやむを得ずという、ね、ものがありましたんですよね。ありましたね。森本さんはだから確かプロに入って4つのポジションをやられてますね。あ、そうですか。はい、キャッチャーとサードと、はい、それからセカンドとショート。あー、ショートですね、はい。あの大リーグの場合は、まあ、特にあの、まあ、マイナーの場合はアメリカの場合、よく1人の選手全部9つのポジション守るサービスするケースもあるんですね。あんまりやらないんです ね。なるほどね。日本の場合は1回だけですか。
確か1回だけあった記憶あるんですよ、全ポジション、そう、松原、太陽の松原さんでしたかね、三原さんがサービスに松原選手が器用だというので全ポジションやらした1イニングずつ確かありましたね。あのアメリカの野球、まあ、マイナーも含めて必ず年に1回か2回あるんですよ。大リーグは確かもう十何回もありますよ、こういうことは。特にね、あの順位が決まった後の残りのペナントレースの何試合かっていうのは、まあ、そういうサービス精神っていうのは必要でしょうね。そうですね、まあ、しかし今の南海は昔 の, あの黄金時代の南海の面影はないんですけども、本当にあの木塚忠介、はいね、影山さん、山本、つまり後の鶴岡和人さん、それから飯田徳次さん、うんうんね、お名前はねよく聞くんですけれども、はい、実際のプレーは我々の年代ではちょっと見ることはあれなかったんですがね、出れば走り走って稼ぐというのが南海 の, あの、うん、こう非常にあのキャッチフレーズだったんですね、グラウンドに銭が落ちてるということもあったんですね、鶴岡さんの ね, ね、そうですね、あれはあの中本球場で練習をする前に鶴岡さんがおっしゃった言葉なんですね、ここで練習をしたらお前たちは必ず怪我をするからその前に石を拾えと、それはその石を銭と思って拾えということで、なんかそういう話を聞いておりますよね。その南海が来シーズンからイメージを一新して新しいホークスとして誕生します。ウィリアムスは公約がちょっと難しくなりました、なりました約束を果たせないかもしれないね、はい、第4打席凡退、今日まだヒット1本、6回終わって3対1、ブレーブス2点リードです。